高岩寺とは、東京都豊島区菅母にある、総統州の寺院。三号は、万長山。本尊は、地蔵菩薩。一般には、棘抜き地蔵の通称で知られる。慶長元年、タスクタケたけが、江戸館大湯島に創建。後に、下屋病部坂に移る。1891年、菅母に移転。1945年、東京大空襲で建物を全焼し、 原本堂は1957年に再建されたものである。江戸時代、武士の辰木又四郎の妻が病に苦しみ、死に瀕していた。又四郎が夢枕に立った地蔵菩薩のお告げに従い、地蔵の姿を印字高み一万枚を川に流すと、その貢献あってか、妻の病が回復したという。これが寺で配布している見陰の始まりであるとされる。その後、 某う年への女中が針を誤飲した際、地蔵菩薩のおかげを飲み込んだところ、針を吐き出すことができ、吐き出した身かげに針が刺さっていたという伝承もあり、棘抜き地蔵の通称はこれに由来する。そこから他の病気の治癒改善にも利益があるとされ、現在に至るまでその利益を求めて、高齢者を中心に参拝者が絶えない。新井観音像1957年の混流。 鉄筋コンクリート作り。設計は、東北大学教授の横山修才。2009年1月、国の登録有形文化財に登録された。本尊の地蔵菩薩像は秘物につき非公開である。本尊の姿を吸った見陰に祈願、またはその札を水などと共に飲むなどしても、病気併誘に貢献があるとされる。巣鴨のお地蔵様として信仰されている。 境内に立つ石像の聖観音像で、洗井観音と通称される。自身の治癒したい部分に相応する観音像の部分を洗う、または濡れタオルで拭くと利益があるという。かつては像の表面をタオルでなくたわしで吸っていたため、摩耗が激しく、二代目の像が制作された。現在の像は1992年に奉納されたもので、彫刻家、八柳直樹の作。 商店街の様子高換寺の門前町、長。菅野駅から都電荒川線高新塚、停留場までの道路沿いに約800メートルにわたって広がる商店街である。元は中山道の一部で幹線道路として菅も駅前を通る国道17号がバイパスとして設置されたことで、現在の道路行政としての名称は旧中山道となっている。ただし、 国道17号の通称が中山道となっているのは西菅も交差点以北で同交差点以南は無名または別の通称で呼ばれ当人周辺では常述のように白山通りと呼ばれている歩行者が多いこともあって自動車は菅も駅方向からの一方通行となっており時間帯によっては自動車の通行自体が制限されている 女性の高齢者が多く訪れることから、おばあちゃんの原宿と呼ばれる。商店街は、寺院の門前での出店のほか、甘みどころ、食事どころ、和菓子や、高齢者向けの用品店、医療品店など高齢者を意識した店舗が多い。参拝客にとっては、そこでの買い物や食事を楽しむことも、目的の一つとなっている。高齢者に配慮して、 路上金煙や自動対外式所再同期設置などが実施されているほか、地元の菅も信用金庫が休憩所やトイレを無料開放している。この商店街で知り合い、友人になった高齢者を、が、元々もと呼ぶ。ここでは、高岩寺の門前を通り、菅も地蔵通り商店街があり、菅も地蔵通りとも呼ばれる旧中山道の道路情報を記す。この道路は、 トゲ抜き地蔵入り口交差点で国道17号から分岐して途中まで同国道の西側を並行した後、同国道を横切って今度は東側を並行し、板橋区清水町の志村警察署、清水町交番前で再び同国道へ合流する。石寺井側に架かる板橋。ありがとうございます。